カール・ネーゲリ・カール・ヴィルヘルム・フォン・ネーゲリは、スイスの植物学者、後に染色体と呼ばれる構造を発見し、グレゴーリオ・ハン・メンデルによる遺伝学の研究に批判的だったことで知られる、チューリッヒ近郊で生まれ、医学を学んだ。1839年からは、ジュネーブのオーギュスタン・ピラミウス・ドゥ・カンドールの下で、植物学を学び、1840年にチューリッヒで学位を取得した。 マティアスやコップ・シュライデンの下で研究をした後に、イエーナで植物学の教授を務め、顕微鏡を用いて植物の研究を行った。大学を卒業するとすぐに、彼はチューリッヒ大学の試行士、後に教授となった。1852年、彼はフライブルク大学の植物学の教授となり、1857年にはミュンヘン大学に移って亡くなるまで勤めた。ネーゲリは、 顕微鏡による細胞の観察を行い、1842年に細胞分裂を初めて観察、報告した人物とされている。細胞分裂説を唱えたドイツのローベルト・レーマクと同様その観察したものが本当に細胞分裂であったかどうかは論争になっている。また1858年に葉緑体の中のデンプンを発見し、植物生理学の重要な発見となった。 サイトシュリフトフィアビソンシャフトレカベタニック、ディヌエレンアルジェニシストム、ガッツンゲンアインゼリジャーアルゲン、プフロンゼンフィジーロジェシャンタースーシャーンガンという一連の重要な論文でよく知られている。しかし今日では、メンデルのエンドを用いた実験に批判的だったことで、最もよく知られている。ナゲイリーは、植物の学名で命名者を示す場合に、カールネーゲン、細胞分裂の発見に関する、 タイムラインは以下のようである。19世紀の初めに顕微鏡を使った植物解剖学が再び脚光を浴びることになって、シュバンが動物も植物も細胞からできていることを見出す。発生の分野では1824年にプレボートデュマがカエルの卵で細胞分裂を発見し報告した。シュバンは1839年に動物及び 植物の構造と成長における対応に関する顕微鏡的研究を表す。1835年に融合フォンモールが分裂による植物の細胞の増加についてを表す。1852年に霊膜は明確に肺細胞ですべて分裂によって増加することを主張した。ありがとうございます。